レモン。レモン。レモンは、梶井ー・次郎の短編小説。梶井の代表的作品である。得体の知れない、憂鬱な心情や、太い大体いたずらな感情を、色彩豊かな事物や心象と共に私的に描いた作品。参考時代の梶井が京都に下宿していた時の、鬱屈した心理を背景に、一個のレモンと出会った時の感動や、 それを、洋書店の書棚の前に置き、鮮やかなレモンの爆弾を仕掛けたつもりで逃走するとい空想が描かれている。1925年、大正14年1月1日発行の中谷隆夫、戸野村茂らとの同人誌、青空一月総監号の関東に掲載された。単行本は、家事の友人である、三好達次らの奔走により、 火事の亡くなる1年ほど前の1931年、昭和6年5月15日に、武蔵野書院より刊行され、印刷日は5月10日。これが火事の生涯で唯一の出版本となった。同書には他に17編の短編が収録されている。翻訳版はアメリカ、英大、スペイン、西代、LA リモの、中国、中代、レモン、フランス、フッツ大、ルシトロン、 ドイツ、独語、第一トロナなどで行われている。得体の知れない不吉な塊が私の心を死中抑えつけていた。それは敗戦語るや神経衰弱や借金のせいばかりではなくいけないのはその不吉な塊だと私は考える。好きな音楽や詩にも癒されずよく通っていた文具書店のマルゼン借金取りに追われる私には 重苦しい場所に変化していた。友人の下宿を点々とする焦燥の日々のある朝、私は、京都の町から町、裏通りをあてもなく、さまよい歩いた。ふと、前から気に入っていた、寺町通の果物屋の前で、私は足を止め、美しく積まれた果物や野菜を眺めた。珍しく、私の好きなレモンが並べてあった。私は、レモンを一つ買った。四十。 私の心を押さえつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらかたゆ,ゆるみ私は街の上で非常に幸福であった私は久しぶりに丸善に立ち寄ってみたしかし憂鬱がまた立ち込めてきて絵本の棚から本を出すのにも力がいった次から次へと画集を見ても憂鬱な気持ちは晴れず積み上げた画集をぼんやり眺めた私は レモンを思い出し、そこに置いてみた。私に、また先ほどの軽やかな興奮が戻ってきた。見渡すと、そのレモンイエローは、ガチャガチャした本の色の会長を、ひっそりと防水系の中へ吸収してしまい、カーンとさえ帰っていた。私はそれをそのままにして、何食え食わぬ顔をして外へ出ていくアイデアを思いついた。レモンを爆弾に見立てた、私は、スタスタと、店から出て、 コッパミジンに大爆発するマルゼンを愉快に、想像しながら、京極、新京極通りを下っていった。レモンの原型となっているのは、1924年、大正13年に書かれた、終作、セヤマの話の中の談笑、セヤマナレーションにある層は、レモンである。この談笑の相話を数回の開口を経て、独立した短編、レモンが出来上がった。 終作、瀬山の話は、瀬山という名の主人公の落ち込んだ精神状態が綴られているが、当時梶井は、瀬山曲、ポールセザンヌをもじったものという筆名を使い、大学の劇研究会の雑誌に投稿していた。瀬山の話は、京都に住んでいた参考時代の自身の内面を、総決算する作品として試みられたものだが、結末がうまくいかず未完成となり、 カジはその中の一つの層は、レモンを独立させて、レモンに仕立て直した。カジは、友人の近藤直人に宛てた手紙の中で、レモンを、あまり魂が言っていないものと書き、炭鉱本観光の翌年の淀の流蔵宛ての手紙にも、レモンは僕は、当時あまり出すのが乗り気で中津田でくんや三よしの、ほとんど独断的な取り輪からひなしには、決してあれは世に出ているものではなかつたろう。 そう思って僕は幾度も感謝したと書き送っていて、その文面からは当時のカジイ自身はあまり表立ってレモンを積極的に評価していなかったことが伺われている。これについてカジイの友人であった淀野ノ・リの見立てでは、これはカジイが逆説的に言ったことで実は自信を持って発表したと解釈している。なおカジイは 聖山の話に遡る2年前の1922年、大正11年、1個のレモンに心を慰められるという内容の文語思想を、日やかな楽しみ、レモンの歌も日記に書きつけている。カジー自身結核に侵されていたこともあり、それにより、創生、カジーの作品には、レモンの他にも、廃病の主人公が多い。レモンは、カジの代表作というだけでなく、 日本文学の傑作、名品として多くの作家たちに高く評価されているが、同人雑誌書室の当初は注目されておらず、六年後に単行本化され、井上義雄や、その翌年、小林秀夫が、レモンを本格的に論じて高く評価してから、カジイが、分断に認められるきっかけとなった。小林秀夫は、レモンは、カジイの観念的焦燥の追求する。 単純性や自然性の象徴ではないとし、それは、むしろ、カジー自身の資質だと指摘しながら、カジーという作家は、関連上空想な過剰や、いらたしい飛躍を全く知らぬ。あるいは必要とせぬ作家であり、その、焦燥は、指摘というよりも鋭敏な感受性が強いられた一種の、胸苦しさだと表して、以下のように表している。レモンは、主人公の置かれている境遇や、 性格描写などが省かれ、ただ感覚世界だけを描き出しているが、鈴木定美はこれについて、カジガ、周作、セ山の話で、自身の内面の全体を定着しようとる試みに、挫折し、レモンにおいて、つかの間の精神の優越をリアルに、再構成する方法を選び取ったとき、カジ次郎の世界の礎石が築かれたと、考察しながら、鬱屈した心の状態で一個のレモンに出会った時の、 カジの感覚の喜びについて以下のように解説している。三島幸夫は中島敦牧野真一と共にカジ元次郎を夜空に尾を引いて没し,した星のように純粋なコンパクトな硬い、個性的独創的な、それ自体十分一画の小宇宙を成し得る作品群を残打作家と位置づけカジ元次郎くらいの指的結晶を成就すれば 立派に現代小説の活路になりうるとし、カジーは感覚的なものと知的なものとを総合する稀な詩人的文体を創始したと考えしている。そして、三島はレモンを日本の短編の最高のものとし、一個のレモンが読者の目の前に放り出されたような鮮やかな感覚的印象を持って終わる作品と解説し、レモンに代表されるカジー文学について、 一家のように表している。石井和は、レモンの原型の、聖山の話の中に、ポーの耳へ十三字を打つて聞かせたのもおそらくはこの、やからのいたずらではなかつだろうかという一文がある。ことから、聖山の話の層は、レモンと、レモンが、江戸川ンポーの、首脳の悪魔、悪魔が正午に十三字の鐘を鳴らし、美しい街を破壊する話のモチーフから、発想されたのではないかと、考えし、 そのモチーフが美しい金閣寺を放火してしまう三島幸夫の金閣寺にも通定していることを指摘しながら三島が火事を日本には気象美が常に否定型によってアナーキーに描かればならぬことを先見的に知る先駆者と見ていたゆえに火事を高く評価していたのだと解説している作中の私がレモンカリフォルニア産を買った果物屋は 京都市中京区寺町二条角の八百明治時代創業だが2009年、平成21年1月25日に閉店された。かつては、レモンの店というタイトルのパンフレットが店先のガラス窓に飾られ、四階建てビルに建て替え後にできた二階のフルーツパーラーには、レモンの一節が飾られていた。また、登場する書店、マルゼンは、 当時、三条不や町西ールルにあった二代目店舗で、洋書の他に、ヨーロッパから輸入された高級石鹸や香水、バーバリーのコートが売られていた。丸前、京都店には、800で買ったレモンを置き去る人が後を絶たなかったと、言われる。河原町通り、たこやくし上がるにあった三代目の店舗も2005年、平成17年10月に閉店された。それから約10年後の2015年。 平成27年8月20日に京都ボルの地下1階と2階に再出展した。大阪市西区津与本町のうつぼ公園内には1981年昭和56年に建立された文学碑があり、レモンの一節が刻まれている。1931年昭和6年5月15日に武蔵野書院から刊行された初の創作集、レモンは 同年1月末に、梶井元次郎を見舞った、三好達次が、友の痩せこけた衰弱ぶりに驚愕し、元次郎の存命中に出版するべく与ドの流蔵と、奔走して実現したものである。詳細は、梶井元次郎仲間らの奔走、創作集刊行を参照。署名は、与ドの,の提案に、元次郎も賛成して、関東作品になる、レモンに決まり、表紙想定も、 元次郎の希望で無事となった。大事は元次郎の筆跡となっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。